では今から、田んぼの交渉に行ってきたいと思います。ああ、分かりました。なるべくね、はい、使ってもらうという方向で、はい、隣の話すし、はい、そっちの水利組合の方にも、はい、話をしたいとは思ってます、はいはい、であと、まあそのね、細かい条件が何だとかいうのはまた次の段階で、はい、と思いますけど、はい、まあ、おそらく使ってもらうにしても、はい、最初に3年っていう取り決めにして、はい、その後またもう一回見直すという形でね、はい、ということになると思うんですけど、はい、うん、あでもなんかね、面白そうなとか夢のある話だね。野菜作ってそうなんですよ、うん、ちゃんと食べていけるようになるからねでもね、なんか渋々の田んぼがあるからそこを継いでやんなきゃいけなくて兼業でやってますっていうよりは、はい、まあなんかね面白そうっていうかね、分かりました。はい、はい、いじゃあなるべくね、ご希望に添えるように、はい、ぜひともよろしくお願いします。はい、すみません、日曜日の休みの中に、うん、いいじゃん、うん、抱かしてくれと、ほんと来てみたら誰か耕してくれてました。やった。ちょっとじゃがいもだけ植えておきたいと思います。誰か手伝ってまず初めに無肥料ですけど、じゃがいもをもう適当にポンポンポーンと投げて畝立てて終わりますもう時期が遅いんで、もうざっと捨てるよりはマシかなっていう感じでーす。何しよん、頑張って。楽しくはなさそうやねないや楽しくはないね。しかも畝は立てないんで、もうそのままポン置きで畝っていうか乗っけて畝立てて最後土寄せして終わります。さあ君どうですか、だるいですかだるいですね。進みませんね、なかなかね扱いきらんね。神社交代するさんどうしたなんか吸ったって。すごいね、山に落ちとったん。いや違う、すげえ、ね、向こう何匹持った。すげえ、おでかっ、すんげえ。じゃあもっといっぱいおったってこと。まだおったね。え、毎回こんなに釣れるん。釣れるね、すげえ。めっちゃすごい。あ、てっちゃんです。てっちゃんお世話になります。うわー、すげえ。あ、YouTube 見ました。あーどうもです。すごいですね。だいぶ沈んだね、周りのとこも沈んだね。白菜、めっちゃやべえ。それ何の苗ですか、うん、それは大根。あ、間引きしてるんですか、うん、いいね、うん、これはブロッコリーだそうです。うわぁ、めちゃくちゃ育ったやんちゃんで。これなんでしょう、これ、うん、アスパラガス。違う、さつまいも。落とす、こっち行こう。これどこのお庭ですかね、これは。うちらあ、ナスがありますね、うん、あ、斉藤取ってこよう。ナスができてますね。取ってくる、うん、取ってくる。あれまだよ。あ、ほんと、あ、ナスができてますね。さあ、こちらは、まあ、食べれるっちゃ食べれる。お、アスパラがちょこっとだけ顔出してますね。苦い、ちゃんと育ったの。うん、さ
さあもうこの狭い庭の畑ともおさらばですね。10月末に結果が出るので、それからどうなるか分からんけど、作業ができるかできんか楽しみにしておいてください。バイバーイ。ポイ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 。さあこんばんは、夜の部のベジ太郎です。はい。あ、これかわいいですね。俺照らしてあげようか。赤ちゃんナスビーです。綺麗ですね。見えますか？見えますよ。あ、こちらにもナス、おナスさんがありますね。おデブさん、ちょっとなんか虫にやられてますね、そこね。はい。ちょっとこちら行ってみましょう。ゆきよさん、これはツル紫の緑バージョン、ツル緑ですね。はい、はい、こちらじゃあ葉っぱを取ってみますか。はい、じゃあ行きます。葉っぱを何枚かちぎっていってください。収穫ですね。はい、これは風船カズラです。なんか割れと、うん、だいぶできてきましたね。やっぱり風船みたいにプニプニ。見せて見せて。ミジンコがおると？ミジンコはどこにおるん？え、ミジンコち見えると？見えるよ、ミジンコは。顕微鏡で見たらさ、あの手があるやつよ。ああ。え、動くやつ。目で見える？目で見えるよ。え、大きい。生きと。ちょっと生きる、これで照らしてくれ。ねえ。生きるよと照らして。あ、おるおる。おる。どこ？ちっちゃいのがおるやん。下から照らさんとわからない。下から照らして。ほら、ちっちゃいの見えてる。おるやん。ほんと？あ、ほんとや。ね。うん。ちっちゃう。皆さん見えますか？見えたらコメントで教えてください。食べますよ。よし、じゃあこれ入れましょう。強炭酸。ミジンコジュース。はい。ミジンコジュース。はい、キュウ君飲んでください。やだ。照らして。じゃあ、照らしとって。メダカを俺が取るけ。俺も取りたい。生きるは照らす係よ。あ、取れた。よし。はい。ちっちゃいのもいっぱいあるけん、落とさんの。どれやろ。もういいんじゃね。よし。じゃあ、生きる入れて。生きるの出番。何匹ぐらいある？相当理想やけど。結構増えるんやろか。増えるよね。増やすと増やしやんだって。あ、そうなん？うん。どうやって？分かんない。からだけ。あ、ほんとね。おったおったおった。メダカがおらん色に入れて。かわいい。勝手に増えていくんやろ。そう、勝手に増えるんだから。で、メダカにあげん。うん。へぇ。まあ、多分メダカにあげん、多分。お父さんに後を聞いてみよう、うん、よっしゃ。じゃあ、キル君、あ、顔が見えんくなった。行こう、照らして貸して閉めてください。はい、ベジ太郎です。はい、さっきの景色はやっぱり良かったですね。そうよね。やろやろ、一回早しめて。さっきここにミジンコがいるんですけど、やっぱりね、めちゃくちゃちっちゃいからわからない。あんまりわからない。一匹しか見つけてませんでした。うん、見つけた方はコメント欄で教えてください。ぽい。雑やね。いちくんが骨が外れたのに病院にしました。痛い。でも全然泣きません。ちょっと泣いてくれるの分からんの。全然腕を動かしませんけど泣きません。しかもほら熱、ほら痛いよーち、痛いよー。
真面目そうな顔してます。リツくん、なんと骨折してたそうです。多分ね、多分ね、ひびやね、うん、かわいちょリツくん、かわいちょ、ういーういー、痛いね、眠たいね、暴れまくってから毛がこけたやね。ね、失敗したね。ちょっとね、調子乗りすぎたね。はい。なんて日だ。今日は、いろんな日になりました。じゃあね、リチ君。バイバーイ。かわいそう。泣いた、ギブスされるとき。いや、寝とった。あ、そうなん。え、ずっと寝とった。いや、レントゲン撮るときは泣きよったんやけど、うん、その後はもうずっと寝とった。うちで初やね、ギブス。みつ、ちょっとこっち見せて。誰か見せてみつ。みつ。はいわ。なんか骨折じゃない疑惑がある、りつくん。ちょっと。ちょっと。どうもなかったらいいけどね、って先生も言おったけどね、一応。でも大丈夫よって言われたらいいけど、念のためにしてくれよ。おいで。うん、じゃあその左手でママを掴んでみて。おいで、いつ、おいで、おいで、ほらほら、あげた、ほらあげた、いつくんの左手は何なの。さっきチンチンを自分で左手で感じ、そして俺の顔を左手でパンチして、どういうこと。この左手はどういうこと。あんだけ骨折のギブスして、どういうこと。先生心配してくれたの。ああ、まあでもよかったね。よかった。最近聞いたのに楽になるぞ。うん。誰かおならしたね。ミカか。何やろう。